ジェラードが復活した上にニルバーナの封印、シオンセイスの一人は倒した、全部ぶっ壊してやるぞこら、レイ、お前何やってんだよこんなところで。かかったな夏ってやつも、これで終わりだ。ルシー、名前呼んでから吐きそうになるのやめてくれないかしら。止まってるからしっかりしなさい。あいつ今助けるよ。面白い。違うね。この狭間にいる人、グレイがそんな感情に揺れ動くはずがない。あんた誰？オス玉。違う、あっち、私だけど。わかんない。シャルル、フレディを連れて逃げて。こいつやばい。お呼びであります。こん、もしもし、あれ無駄よ、私が呼んだ精霊だもん。はい、ルシーちゃん、エンジェルちゃん登場だぞ。オラシオンセイスの一人ね。私たちが決して闇に落ちないように、オラシオンセイスにそう簡単に善の心が宿ることもない。ウィーアイエイ、スコーピオン、はい、来たー。てか、アクエリアスのキャラム。スコーピオンに余計なこと言ってみろ。どうぞ。うわ、ちょっとアクエリアス待って。いや、もう一人いるじゃない、最強の精霊が。開け、白妖宮の扉。アリエス、これじゃあロキまで戦えないじゃない。考えちゃダメだ。せっかく会えたのに敵味方だなんて。これが僕たちの誇りだ。こんなの間違ってる。なに人に物を頼むときはなんていうのか。鍵以外なら私の何でもあげる。ママ、私精霊大好き。精霊は盾じゃないの。ついに消えろ。まさか闇に落ちたのかこの男。じっとして。これ何？何よこれ。カエル早く。エトリア。そうだ、ナツ！これ全然力が入らない。じゃあ出ろ！後ろに下がってて、ここはオイラーに任
忘れたというつもりなら心に剣を突き立てて刻み込んでやる。ここに来い、私の前に来い。てか何この服、いらんお世話。ジェラル、あの光はどこだ。どうへ来てる。またそのモノマネかい。そや、ハッピーは見当たりませんが。バカ野郎が。くらい。夏、あれは偽物よ。許さない、リオン様の敵。誰の敵だって、貴様らほどじゃない。なんだと。そこ噛みつくとこ。てめえの記憶がねえのはよくわかった。自らの体にも自立崩壊魔法陣を。崩壊魔法陣だと。なんだ。おいおい、こりゃや、やばくない。くそ、エルザはあの光。なんだこれ、意味わかんねえ。そこら中の地面から生えてきやがる。ニルバーなんてこれの、ここら待ちたまえ君たち。フェアリーテール。てかお前らなんでフェアルック。知らないわよ。何してんだ夏。ちょっと気持ち悪い。これバカ、力抜くんじゃねえ。分かってる夏。ったく心臓に悪いやつだ。ああ最高だ。お前らそのまま上に行け。俺たち俺が止めてやる。サンキューハッピーグノー。ないじゃん。なんで。聞こえてるぞ。なんで。案ずるな、彼は味方になった。はあ、世の中愛中立を守っていたニルビット族はそんな世界を嘆き、世界のバランスを取るための魔法を作り、光を闇にする要素をつけなきゃいい魔法だったのにね。仕方あるまい。さオラシオンセイスか。ずっと眠ってた人だ。何が起きたんだ。オラシオンセイス同士で潰し合いだと。なんかすごい展開になってきたわね。また避けられた。学習しねえ野郎だ。何聞こえてる。おいら魚のことだけ考えてた。おお、じゃあ次俺な。無駄だ、その思考のプロセスを聞けるんだぜ。何？もう酔ってる？早いよ夏。どこだ？ごめん。ぶっ飛ば。うわー、酔ってる場合じゃないよ。夏。派手ね。ってことは？だな、近づきゃこっちのもんだ。カリウの子。くっそなんだこの音。いや、叫び。まさか怪獣。いや、